おはようございます、オペラ歌手の押川博史です。今日はいい天気ですね。ずっとお正月から、いい天気だったんですけど、もう撮影するときに雨だったり、ね、昨日東京で雪が降りました。さあ今日はいい天気なんでですね、歌いながらドライブということで張り切っていきましょう。さあ、ちょっとこれまでですね、いろんなこのドライブ動画を自分でこう見てて話が長いなと思いました。今日は、できるだけ歌の方をメインに、お送りできればと思います。というわけで、早速1曲目いってまいりましょう。なんだっけ、それが大事です。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、涙見せてもいいよ、それを忘れなければ。高価な墓石を建てるより安くても生きてる方が素晴らしい。ここにいるだけで傷ついてる人はいるけど、散々わがまま言ったとあなたへの思いは変わらないけど、見えてる優しさに時折負けそうになる。ここにあなたがいないのが寂しいのじゃなくて、ここにあなたがいないと思うことが寂しい。でも負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。はい、大事マンブラザーズバンドですよね。この曲ありましたよね。今日はですね、昨日と打って変わってもうね、暑いです暑い。昨日は東京で初めて雪が降りまして、雪が降りましてと言ってもほんのちょっとですよ。なんかみぞれみたいなのがパラパラっと、なんかあ雪かなみたいな、ぐらいだって。 でもまあ寒かったですよ。で今日はですね、本当に車の中だと暑い。どうしちゃったんだろう。これからまた暖かくなりますからね。まあ、その各国のなんか面白い話シリーズっていうので、まあ、やっぱ国民性がね、出るお話がいろいろあるんですけども、さまざまな、民族の人たちが、まあ、豪華客船に、ね、乗って、沈没しそうになる時の、お話です。で、まあ、それぞれの乗客はですね、まあ、海にね、もう危ないからね、海に飛び込んでくださいっていう時に、どんな風にして行ったらいいのかっていうお話があるんですけども、まあ、ロシア人に対しては、ね、海の方を指してね、あっちの方にウォッカが流れていきましたよってねという風に声をかける。そして、イタリア人にはですね、海で美女が泳いでますよっていう風に声をかける。そして、フランス人にはですね、決して海には飛び込まないでくださいという風に伝えるんですね。でイギリス人にはこういう時にこそね、紳士は海に飛び込むものなんですよっていうふうに、言うんです。ドイツ人にはですね、まあ、規則ですので飛び込んでくださいっていうふうに言うんですね。で、アメリカ人には今飛び込めばね、あなたはヒーローになれますよって、ね、っていうふうに言います。中国人にはですね、美味しい食材が泳いでますよっていうふうに伝えるんですねと飛び込むと、最後日本人にはですね、皆さん飛び込んでますよっていうふうに言うと、飛び込むと、これがまあ各国のね、人でどんなふうに言ったら、こう沈没船が沈む時に海に飛び込んで逃げてくれるかっていうお話なんですけどもね、日本人はね、皆さんやってますよって、あそっか、やんなきゃなみたいな国民性ですかね
そんなことわざありますよね。赤信号なんたかたかたかダラララララみたいな、怖くないみたいなね、ダメですよ。さあ、次の曲参りたいと思います。この間というかだいぶ前なんですけども、あのコンサートの楽屋でですね、まあ、僕のそのハンカチがね、あのポトッと落ちて、で、あって、まあ、ハンカチっていろんな言い方あるじゃないですか。あの昔の小説とかだとハンケチだったりとかですね、あとハンカチーフだって、でまあちょっとね、わざとあハンケチーフ落ちたっていう風に言ったんです。そしたらですね、その場にいたね、僕より年配の方たちがみんなね、その僕の他に4人いたのかな、全員が木綿のって言いましたね。それぐらいね、ね、浸透してるんですよね。すごいですね。ハンカチーフ落としたって、木綿のってね。木綿かどうか覚えてないんですけども。はい。ということで、次の曲はこれです。私は欲しいものはないのよ。ただ都会の絵の具に染まらないで帰って、染まらないで帰って、恋人よ半年が過ぎ会えないが泣かないでくれ。都会で流行りの指輪を贈るよ。君に似合うはずだ。いいえ、星のダイヤも海に眠る真珠も、あなたのキスほどきらめくはずないもの、きらめくはずないもの。はい、ということで、木綿のハンカチーフをお送りしました。まあ、オペラの稽古っていうのはね、まあとにかく時間をね、稽古にね、長大の作品を覚えてね、ご気をつけて、稽古していっ て、なかなか作るの大変なんで、時間をすごく要するんですけども、まあ、その稽古をしております。で、何が言いたかったかっていうところもね、毎度忘れるんですけども、オペラの期間に入りますと、オペラの稽古場っていうのはもういろんな、まあ、音楽って ね、そうですよね、いろんな権利で、守られておりまして、で、稽古場はですね、その、まあ、本番で使うセットが置いてあったりとか、まあ、あとはそのね、楽曲だったりとかね、もうまあね、まあ、僕が演奏する分にはいいんですけども、他のね方たちもで、何この演奏するねオーケストラだったりとかね、そういったのももちろん権利がねありますんで、なんでこれね結構宣伝するの難しいんですよね。宣伝するっていうか、何もなんかブログにね、この上げることがなくなってしまう、欠陥でもあるんですけども、できるだけ宣伝したいんですけどもね、宣伝する材料がないと、チラシしかないみたいな、ところで、もっとなんかね、稽古場なんかがね、ね、バッとこう、いろんなものに出せると、宣伝しがいもあるんですけども、まあ、この1ヶ月とか2ヶ月ぐらいは、全く何かこの宣伝するものがなくなってしまうという不思議な、期間に突入いたします。はい。ね、はい、これから、僕の大好きな、多摩川を渡りますね。曲言っときましょうかね。僕の背中は地
誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。旅立つ僕のために誓ったあの夢は古ぼけた教室の隅に置き去りのまま、あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。はい、素晴らしい、いい曲ですよね本当に。まあ、このなんだ、まあ、普段やね、やっていました、地元の公民館でね、紳士淑女の方が集まって、歌うね、僕が司会をして、でみんなでこうピアノ伴奏で歌う会があるんですけども、その名も歌声という会で、まあ、それで、それが今コロナでねできませんので、その代わりにこの動画配信をしている延長線上で、まあ、普段はピアニストの方が弾いてくださってるんですけども、ね、自分で弾いて自分で歌おうということでやり始めて、ピアノがすごくね苦手なんです。もう笑っちゃうぐらいですね。どれぐらい笑っちゃうかっていうと、まあ、大学なんかですね、レッスンの時にまあ弾きますよね。で曲に入ってしまえば大丈夫なんですけども、前奏とかちょっとね難しい曲なんか、まあ、難しくなくてもですね、前奏で間違えまくって生徒が歌えないっていうね先生ちょっと待ってください、勘弁してくださいみたいなことがあるぐらい、はい、なかなかな腕前なんです。お恥ずかしいで、まあね、このね歌声、オンライン歌声のドライブ編ですね、これを、やろうと思って、まあこのピアノをね練習しまして、でまあ、おかげさまでというかですね、なんとなくなんか上達してきたようなね、本当に文字通り弾けませんでしたからね、なんとなく今ね弾いてますよね。もちろん、ね、これ撮るときに失敗もたくさんして撮り直ししてますけども、はい、まあ、撮り直ししても間違ってますけどねはい、ちょっと話が長くなるんで次行きましょう。次の曲はですね、普段やってる歌声なんかでももうおなじみの曲ですね。僕もこの、まあ、歌声っていうのはその昭和初期だったりもっと古い歌が、メインになって、やってて、僕は知らない曲ばっかり始めた頃は本当に知らない曲ばっかりだったんだけども、この曲は聴いて、1回で好きになりました、はい、5番街のマリー。昔からの人がきっと住んでいると思う、訪ねてほしい。マリーという娘と遠い昔に暮らし、悲しい思いをさせた、それだけが気がかり。五番街で噂を聞いて、も
さんのこの何ですか、青春の歌って何ですか。だんだんなんかね、僕は子供の頃にうちのね父親がね、やっぱ最近のなんかねグループはようわからんみたいなね、最近の歌手はようわからんみたいなことを言ってたんですけども、今ちょっとそれに近い状態ですよね。時々グループ名なんだか曲名なんだかわかんない時ありますね。グループ名長いやつとかありませんか。なんか説明文みたいな、こうなんだろうなと思ったらグループ名だったりしてみたいなね。あとはなんか曲名の方がなんかこう短くてね、キャッチーな感じがして、あ、こっちがグループ名かなと思ってたら違ったみたいなね、とありますけどもないか何年か前にレコード大賞ですかね、これ生でってか、リアルタイムで見てたんですけども、加山雄三さんが少年隊ですかねの仮面舞踏会を紹介するときに間違われて、もうね清々しかったですね。気持ちよく間違われましたね。ではお聞きください、なんとか賞を、ね、受賞した、少年隊で仮面ライダーって言ってここ始めちゃかちゃかちゃってあちゃかこっちが始まりましたからね、そんな風にですね、人のね失敗を言ってると自分も失敗しますからね、はい、気をつけましょう。僕も、数々の失敗を、はい、経験してまいりましたまあもちろんもうね演奏会これライブなんでですね、ね取り直しとか聞かないんでね、まあ、だからこそいいんですよね。やっぱりね、オペラの本番だったりとかコンサートもそうなんですけども、いろんな失敗が起きますよ。失敗というか事故だったりですね。夏場の公演で、コンサートで、幕が上がって、もう幕が上がる前にもうなんかこうね演奏始まってじゃあ前奏が始まってて幕が上がって歌い出すみたいなことがあったんですよ。じゃあその夏場は客席冷房がねガンガンに効いてて、ステージの中はもうやっぱ照明とかねあって暑いんですよ。で、その状態で幕がバーッとねどんちょでした、こう下からうーっと開いていくやつですよね。でじゃあ何が起きたかっていうと、気流が起きまして、冷たい空気と熱い空気とバーッと気流が起きまして、歌おうと思ってブレスするじゃないですか。でブレスしたら冷たい空気が入ってきてむせたんですよ。第一声目にむせるっていう、ダー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 みたいな、あの人どうしたんだろうみたいなことがありましたけど、はい、そういった失敗がありました。さあ、玉川沿いを走っております。景色がいいので歌いましょう。卒業してからもう三度目の春、相変わらずそばにある同じ笑顔、あの頃ばした家までの道、今はルーフからの星を見ながら走ってる、私を愛してるのサイン、きっと何年経ってもこうして変わらぬ気持ちで過ごしてゆけるのね、あなたとだからI'm sorry.
未来予想図2ですね。めっちゃ好きです、この歌。いい曲ですよね。すごいですよね。なんか、よくこんな、ね、メロディーと歌詞を思いつくって、すごいですよね。いや、才能ですよね、こればっかりは。シンガーソングライター、素晴らしいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録の方も、していただけると嬉しいです。オペラ歌手の押川博士でした。ありがとうございました。さようなら。